の彼方に夢を持て、一つ世界を飛び出せば胸を膨らむ血も躍る。さあ頑張れさあ上ジャンドンさあジャンドンさあ、俺たちやらなきゃ誰がやる。敵は近いぞ一大事、ここで負けては先がない。君の手を貸せ、知恵を貸せ、仲間割れしちゃいられない。ジャンジャン空からジャンクの、どんどん地上はどんはっか、さあさあ水ならさあ上の、ジャンドンさあジャンドンさあ、宇宙のその果てに愛の光を燃やすため、旅はいつまで続くのか、夢はいつの日叶うのか。
宙の中心海王星に向かっています。旅の途中で空母さん、ハッカさん、ジョーゴさんという3人の強い人たちが私を守ってくれる。どんな冒険よりドキドキする、どんなご馳走よりワクワクをする。おいハッカ、なんだいそれ。なんだないだろう。オーロラ姫に捧げる歌じゃんか。お前に姫の美しさが分かってたまるかよ。なんだと。やい空母、本当この際はっきり言っておくがよ、俺が大王星に行くって決めたのは姫のためなんだぞ。いくら宇宙の平和のためでも姫がいなきゃ大王星なんかに誰が行くもんか。分かったか、このざまみろ。いいぜ、俺も同じだ。なぬてめえ見えぐる言ってんだ。お、兵法部座だ。見ろ、怪しい宇宙船の船体が襲ってくるぜ。宇宙海賊のスペーサーバッジだ。命が惜しければおとなしく金目のものを出せ。姫にはこの空母はついてるぜ。スタークロー発進。姫にはこのハッカがついてるんだい。スターブード発進。やれやれ、大げさな連中だ。たかが宇宙海賊に何も二人して行くことはないだろう。ジョーゴさん。あ、姫。あなたも行かなくて大丈夫ですか。姫を一人にしておくことはできないよ。でも。何、たとえ海賊たちがクイーンコスモスを襲ってきても大丈夫。このジョーゴがそばについてるよ。あのお二人さん、バカな奴らだ。こっちの方がいい役目なのによ。え、何か。いやいやいや、俺がついてるから心配ないって言ったんですよ。このジャンクーは宇宙で一番の暴れん坊と言われたサイボーグなんだ。宇宙海賊などあっという間に片付けてやる。海賊どもアストロボを受けてみろ。負けてたまるかい。姫、俺の大活躍を見てておくれよ。あれ、あららら、どうなっちゃってるの。赤、宇宙海賊は俺がみんな片付けたが、お前何しに来たんだ。そうか、俺を迎えに来てくれたのか。いやー、それはご苦労ご苦労。もう悔しい。ほっ、レスの一体がクイーンコスモス号に向かっている。よし、あれは俺に任しとけよ。待て、あっちからも別の一体が来るぞ。あっちにもうじゃうじゃ群がってやる。姫のことが心配だ。一旦船内に戻ろう。やろう、なんてきつくやつらだ。後から襲ってきやがる。あ、姫、キティ博士の連絡は一体何だったんだい。アバッチのことです。アバッチも元は蜂に似た平和な宇宙生命だったそうです。それが大王星のギャラクシーエネルギーが弱まったために凶暴なスペースモンスターになったのです。そうか、奴らは蜂みたいなモンスターだったのか。どうりだしつこいわけだ。彼らを元のようにおとなしくさせるには、彼らが今本拠地にして海賊島と呼んでいる小惑星を破壊するしかありません。海賊島、あれです、あの小惑星です。はは、あいつを破壊するのはちょいと大変だぞ。任しとけ、俺がアストロボーで叩き壊してやる。そう簡単には行きそうもないぜ。もし爆発に巻き込まれたら一巻の終わりで。任しとけってんだ。姫は頼んだぞ。頼んだぞ。おい来るぞ。宇宙海賊スペーサーバッチの総攻撃だ。野郎ども行け。どけどけどけ、邪魔だ。このアストロボーはただの棒じゃない。
마을은 보호한다. 行くぞ。アストロサンバクーゴさん。姫、クーゴのやつは大丈夫だ。ほらほら、あそこに。やりやがった。さすがクーゴだぜ。エネルギーが蘇らないとモンスターはいなくならないんだ。任しとけって。姫にはこのジャンクーゴがついている。必ず大王星まで守っていく。